にちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、コメント欄にいっぱいたくさん質問をいただいてます。それに答えていきたいと思います。頑張らんで適当で多すぎて質問がでね、ずっと読んでいくとですね、その一個一個に一個一個でがっつり喋れる内容ばっかりで、もう何の準備もなく今すぐ喋ってあげたいって思うねんけど、あの毎日毎日どん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 コメントが増えすぎて、もうどこからどうしていいかわからないみたいなでわーってなっちゃったんで、今日は時間の許す限り、あの一個一個の質問にザーッと機関銃のように答えていきたいと思います。ではいきますよ。タンアイさんとかな、ありがとうございます。読みますね。先ほど検査薬で2人目の妊娠が発覚したと同時に、2人の子育ていけんのかなととても不安になりました。2人目以降の子供がいて、夜中のミルクや母乳の泣きにどのように対処していけばいいか。そうですよね、赤ちゃんが泣いたら上の子が起きるってね、起きひんように早くパパパパとしなあかんとかね、みんなすごい悩まれるんですけどね、意外とね上の子ってねたくましいのよ。あの人たちね、一回寝たのね、意外と起きなかったりする。ママが、こう、上の子起きちゃったらどうしようとかって神経質になってると、結局そのなんかね、こう、ピリピリした感じがね、上の子に伝わってしまってね、上の子も神経質になって起きるんですよ。もし赤ちゃんが泣いたら、上の子起きたら起きた時やぐらいのね、っていうか、もう赤ちゃんが少々泣いたぐらいで、そんなんで目覚めてしまうぐらいやったら、そんなんじゃ人生歩んでいかれへんでぐらいのね、気持ちでおった方がええんかなと思いますよ。あのね、うちの子で言うとね、うちの子、上の子たちなんてね、下の子がいっぱいいたでしょ。例えばね、上の子が受験やった時ね、受験勉強してるわけですよ、リビングで。下の子たちがわーって来るわけですよ。なんでね、上の子どうするかって言うとね、足バーンって伸ばしてね、でそこにね、下の子バンバンバンバーンってね、4人ぐらいね乗ってたよ。その状態でね受験勉強してた。東大とかすごいいい大学に行く子たちがね、みんなね一人部屋で勉強してないらしいでね、リビングでガチャガチャしてる中で、その雑音の中で集中できるその力を養ってる子たちが結果できる子たちになっていくっていうのもあってね、一人一人のためにいい環境を作ってあげるっていうことだけが母の愛ではないと思ってる。いろんなものが雑音いっぱいの中で、でもその中で自分のやりたいことをちゃんとできる子に育っていってほしいから、下の子が生まれるのっていうのは上の子にとってはすごいいいチャンスなんですよ。下が少々泣こうと、寝てみ頑張れぐらいの気持ちでママがいると意外と寝てくれたりする。あの上の子って意外とね、ママの子抱っこっていうよりね、子供ってねママのねお股が好きじゃないそっから出てきたからかな、わかんないけど、お股大好きなんですよね。私よくやってたのは、夜中ね下の子授乳しながらね、足こうやってね、でこのね間にね上の子を突っ込んでね、なんか私のお股のところに上の子こいってこいって顔こんなになってこんなになってね、そこで落ち着いて寝てました。でそれをこう足でこうやってこうやって囲んであげるのね。意外となんかね、お股の間に挟まれてる子供って落ち着くらしいですよ。そんなんやってみてもええと思うしね、ここにこう置いたらあかんねん、上の子の時。ここはね、膝の上はね、あくまでね、上の子のね、特等席なの。下の子はね、下で生まれた、あの、後から生まれたもんは、弱いね。優先順位は上やねん。先に生まれた方が勝ちやねん。下の子は、後から生まれてきてんから、下のものは上回らあかんわけ。だから、膝の上を上の子の特等席やから、下の子はどうして授乳するかっていうと、フットボールだけなんですよ。こっちからこう授乳するのね。で、膝は開くでしょ？じゃあ、その膝の上は上の子の特等席にしてあげるっていう授乳のポジションも工夫しなあかんのですよ。もう下の子の授乳の時間をわざわざ取っとったらあかん。上の子に優先に動いたらなあかんから。ほんならどうするかっていうと、買い物行くとき、上の子を公園に連れて行くとき、抱っこ紐の中で野外授乳は下の子は基本です。抱っこ紐の中の授乳、慣れたらできるようになるから、できひん言わんとちょっと頑張ってみて。おっぱい大きい人は簡単やねんけど、あれちっちゃい人ちょっとね寄せるものないからな、ちょっと大変やねんけどでもまあ慣れたらできるようになるので、下の子の授乳時間は上の子と買い物行くとき、公園に行くときで上の子遊ばせて、それと同時に下の子の授乳を終わるみたいなね、そういう工夫をしていったらええかなというふうに思います。タンアイさん、ありがとうございます。次、1歳の女の子のママです。マイさん、ありがとうございます。
2人目がなかなかできないのですが、母乳のせいですか、おっぱいと関係がありますかということです。1歳の女の子のママということなんですけど、1歳成り立てなんかもう1歳の後半なんかによっても違うかなと思います。1歳児で授乳続けてるママってね、いっぱいいると思うねんけどね、やっぱね、そのね、妊娠しやすいかしにくいかっていうのは、上の子の授乳がどんな感じのペースで今行われてるかっていうことを大きく左右されると思います。おっぱいはまだあげてるんだけど、もう結構食べてるよと。おっぱいの回数も昼間とかもうあんまり欲しがらへん、ただ寝る時とか夜中になんかちょっと甘えたいっていう感じで授乳がありますよぐらいやったら、多分そういうママたちはもう生理がちゃんとあると思う。帰ってきてるね、授乳もしつつちゃんと母体としては次の排卵とか妊娠方向に向いていってるはずやから、そういうママたちはね、授乳しててもね、ちゃんと妊娠します。もうとにかく1歳児でもおっぱい成人で、もう四六時中ずっとおっぱいにぶら下がってますみたいな感じやったりとか、私も1回経験あるんですけど、5人目ちゃんがね、むちゃくちゃおっぱい成人やったんですよ。もう私ずっとおっぱいほっぽり出して、もうずっと授乳してて、上の子幼稚園行っててんけど、幼稚園の参観の時とかも私常にずっとおっぱいあげてるから、ある日あのママに言われた、さこさんのおっぱいはあの幼稚園の全保護者が見てると思うって言われて、私何さらしてんねんみたいな感じやけど、そういう子がいたんですよね。夜間の授乳もむちゃくちゃ多くて、何をもって1回と数えるかがわからなかった。何回授乳夜中してますか、え、夜中で1回ですかっていう感じだったんですよ。そうするとね、やっぱりね、体がね、もうあの2歳過ぎてたけども、次の排卵とか妊娠保護に向けない、まだこんなにおっぱいをあげないといけないちっちゃい赤ちゃんがいるんだって母体はね、あの認識してしまうから、生理来ないんですよね。で結局ね、あの私ね、5人目と6人目の間はね、3年半空いてるんだよね。それなんでかっていうとね、結局おっぱい成人すぎて生理が返ってけへんで妊娠しひんかったっていうのがあって、そういうことがあります。だからあの早く妊娠したいっていうことやったら、これ統計上の話なんですけど、夜間の授乳が2回を切ってくると生理周期は整って排卵が再開されやすいっていう統計があります。で昼間の授乳回数が最低5回を切ってくると再開しやすいという統計があります。うん、だからそこら辺で考えてもらって、どうしてもその上の子の授乳も続けたいけど第二子を本当に急いでるっていうことやったら、その夜間の授乳をちょっと頑張ってね、回数を減らしてみたり、1歳児だったらもう外連れて行ったり、いろいろこうごまかしししたら、昼間意外と欲しがらなかったりもする。天気悪い日とかずっと家にいる日は欲しがるよ。だからこそ外にどんどん出ていく。そしたら意外と子供って欲しがらなくて、あっちもこっちも興味津々やからね、そっちに気持ちがいって、そういや今日あの外行ってる間一回もおっぱい欲しがらんかとはしめしめみたいなねことにもなると思うので、第二ちゃん早く欲しいんやったら、その授乳の回数の調整をちょっとしていくと比較的妊娠しやすいんじゃないかというふうに思います。ともみさん、現在3人目を妊娠中です。すごいね。2人目を出産した時にイボジがひどくなってしまいました。でそのまま手術もせずに現在に至ります。3人目の出産の時にどうなるかとっても不安です。知ってる？あのお産の後の G の痛さよ。多すぎて何人目だか忘れたけど、多分ね6人目か7人目ぐらいだったと思うんですけど、一回ねものすごい G になったことがあって、出産でね、そんなにお産時間がかかったわけでもなかったし、でもなんせねお産終わった後にお尻がでもねカリフラワーみたいにボゴーンってもう花が咲いたみたいに、もうなんじゃこりゃみたいなぐらいのひどいイボジがボーンって出てしまって、あれ激痛、ほんまもう何にも手つかへんぐらい痛い。病院でねボラギノールみたいなね、あの軟膏あるからそれもらうんですよ。でもらってね、あの中にチューって入れてね、で手にもつけてこうやって周りに塗ってね、でボーンって出てるやつをね自分の指でキュッ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 って中に入れるんですよ。でね、指で押さえてる間はね痛くないの、中に感応されてるから G がね、お尻にグッて力入れるんですよ。グッて力入れてね、でこの力入れたままの状態でそっと手を離したらいけるかってそっと離すでしょ。でもずっとお尻に力入れとけないわけですよ。で中の様子にフッフッて力が抜いたらね、またボーンって出て、また激痛っていうのを、どうかな、産後ね2週間ぐらい苦しんだかな。でも産後そこの病院ね、あのエステとかやってくれて、こう髪の毛洗ってくれたり、いろいろサービスがあるんだけど、気持ちいいですかって美容師さんに言われんねんけど、痔が痛すぎてそれどころじゃないねん
全然エステ楽しまれへんかったっていう経験があったんですけど、やっぱ予防としてはやっぱりこう便秘になりにくいように水分しっかりとってもらって、も妊娠中便秘になりやすいからね、あかんな思ったら下剤とかももらってね、うんちのコントロールっていうのをしっかりやっていってもらうっていうことと、あとはもうやっぱり冷やさないっていうことね。痔っていうのは静脈瘤です。静脈がボーンって出てしまう、そういうものだから、あれは血流が悪いとなるよね。なので妊娠中ちょっと気をつけて同じ姿勢をずっとしないとかね、あとはね、その G になるその圧迫される静脈っていうのがね、体のね右側にあるんですよ。 G が出てる時はね、そのね右側を下にして寝ると、結局その静脈が圧迫されてね、そこにむくみが来てね、 G ひどくなるんですよ。妊娠中できたら左を下にして横向きに寝てもらったら、 G は右側にあるから下にこうお腹で圧迫されることがないから、G 静脈瘤出にくいっていうとね、また真面目なママがね、ほんで左下ばっかりがいいんやと思って左下ばっかり頑張って寝はんねん。物は加減やからな。それで腰痛出てたら元も子もないからね、上手には加減しながら、どっちかっていうと左下の横向き寝がええねんで、 G にはっていうことは覚えておいてください。であとはね、お産の時にやっぱりこう息身のコントロールがうまくできるかっていうところが狙い目になってくる。で助産師はお産取る時にね、肛門がねドーンとだから出てこないように、もちろんお産の時赤ちゃんがグーンって降りてくるから肛門なんかバカン開くんですよ。それぐらいならないと赤ちゃん生まれてこれないからね。で肛門が開いてくるっていうのは助産師にとってはね、よしよしもう生まれるぞっていうサインやったりしてめっちゃ嬉しいんですけど、うまいことこう保護してあげないと、結局そのまま肛門がドーンと出てしまって産後に辛い思いにもつながったりするから、息身のコントロールめっちゃ大事になります。前回2人目の時に G になったんですと、だからお産の時に上手にその息身のコントロール、息だかんっていう時にグーンって決まったら出るよボーンってね、そうならないようにこうふーってこうここにねこうろうそくの火があってね、そのねろうそくの火をねふーって吹き消したらダメなんですよ。お産の時の息身って揺らすイメージ、そのイメージを持ってもらいながら声も出してください。こうやって息吸ってで止めてしまうと、ものすごい腹圧がかかってしまって G 出やすくなるから、ふーってね声を出しながらね気張ったらね、あんまり力入らないんですよ。いい感じにねここから抜けていくの、空気が。そうするとその自然にかかってくる腹圧だけで息身になるから、肛門にこう過度な圧迫がかからないっていうこともあるので、助産師さんにぜひね、これもバースプランね、 G2 前になったからその息身のコントロール上手に持っていってくださいっていうのと、肛門保護を上手にやって、なるべく G にならへんように助産師さんの力を貸してくださいっていうのを言っといたらいいかなというふうに思います。で陣痛の第1期全開台するまでの間、とにかくお尻冷やしたらあかんからね、温めてほしいので、湯たんぽとかもしね持ってたら病院に持っていてほしいし、そういうのの上にこってしゃがんでまたいでもらったりとかしながら、もうじわじわとその肛門周りの筋肉であったり靭帯であったり静脈っていうものをこうギュッてならないように、伸びがいい状態に進展するような状態にしてあげるっていうこともコツね、ここら辺気をつけてもらうといいかなというふうに思います。チャマブーさん、ありがとうございます。2児の母さんです。6月から仕事復帰ってことはもう復帰してるね、これね。1人目2人目と出産後に体重が落ちず、ポンプクリンのポンプクリンのままで復帰して恥ずかしい限りですと。で久子さんは何か産後に頑張ったことなどありますか、アドバイスがあったらぜひお願いしますっていうことでもらってます。これはねもうね体質やねんな。何にも苦労しなくても産後産むたんびにねおっぱいあげてたらガンガン痩せていって、ほんまに油断したらね20キロとか妊娠前より痩せちゃうっていうようなね、そういう体質のママもいるし、中には産むたんびにちょっとずつちょっとずつちょっとずつ大きくなっていって、こうなんかふくやかな貫禄のお母ちゃんみたいな感じに変わっていく人もいて、体質ってやっぱりすごく大きいなとは思うんですね。体質やからもうしゃあないねんって言うたら、もうどん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 おばちゃん体験になっていくじゃないですか。で実は私もですね、私ね油断したら、ね、すぐ太るんですよ。もう外食とか行ってちょっと油断したら2キロとかバーンって増えるんですよ。なんかもう何しても太らへんっていう人もそんなん言ってみたいわと思ってね、たまにそんなんで太れないんですって私に喧嘩売ってくるママおるけどね羨ましいですけども、まあそういう太りやすい体質やからこそやっぱり意識していかへんかったらあかんと思うんですね。そらたくさん赤ちゃんを産むからこそ、だからこそ綺麗でありたいと思ってる。意識は高いですよ。
でその自分を大切にするっていうところをね、そういうのを大事にできひん人って、子供のことも大事にできひんっていうのが、この11人ずっと育てていく中で私の中ではっきりとしたことやったから、子供のことももちろん大事にすんねんけど、自分のことも大切にできなあかんし、自分を磨くっていうことをもう手抜き始めたら、これは子供のことも大事にできひん、子供たちも自分のこと大事にできることにはならへんっていうのはもう確信やからね。やっぱりね、努力はしています。ほらあの人さ、11人も産んではるからさ、ほら歯もガタガタやしさ、髪の毛もぐちゃぐちゃやしさ、言われたくないもん、うん、かといってあんな11人も産んだはんのにさ、自分のこと磨くことばっかりに気向けてはるわっていうのも言われんのよ。こんだけねいっぱい子供おったらね、もうねとにかく言われんねん。一人っ子でも言われるしね、あそこほら一人っ子やからあんなわがままやで言われるよ。で多かったら多かった、4人以上子供いたら、ほらあそこ子だくさんやろ言われんねん。もうね、言う人は言うねん、言わしとけ。自分がちゃんとポリシーを持てたらそれでいいです。私は自分のことも大事にしてるし、子供のことも大事にしてるよ、上手にできてないけど、そういう気持ちでやってます。産後私がいつもやるのはね、産後1ヶ月まではすごく大事な産後のね時期なので、ここでね無理してね引き締めたいからとかでね、腹筋とかね、こうストイックにね、なんかスクワットとかやったらダメなんですよ。産後1ヶ月までの間っていうのは体がゆっくりゆっくり戻っていくすごく大切な時期やから、その時期は無理をしない。産後1ヶ月まではね、もうね悲しいことにね、パンツの上にね、どこのおっさんやねみたいなね、腰周りの上にお腹がボンって裸のあの王様みたいなのなんねん、すっごいもう鏡で見てあーってなるんですけどね、それでいいんですよ1ヶ月までは。で、産後2ヶ月経ったら、こっからは産褥期って呼ばれる子宮が元に戻るっていう時期が終わって、そこからはいよいよキュッと締めていけばしっかり体は戻っていきます。なので私はいつもやってるのは、産後2ヶ月を超えたら、さあここから何をするかっていうと、その体を戻すためにママなんかトレーニングとか運動とかって続きます？まず無理やろう思ったら、子供と一緒に寝てたとかね、なるもん。そんなん自分の時間なんか持てるわけがない。ってなったら何ができるか、ついでながらで何かをやればいいわけですよ。じゃあ皆さん毎日晩ご飯作るでしょ。晩ご飯毎日作る時間って、まあ人によって60分1時間ぐらい作る人もいれば、30分でパパってやる人もいると思うねんけど、なんせご飯作る時間ってあると思うんですね。でその時間をね、みんなね、妊娠中どうしてもお腹が大きいから、かかとの方にこう重心かかるんですよ。ほんでこうかかとに重心かかるとね、骨盤ねブーンって広がるんですよ。これをねつま先側にグッと重心かけたらね、骨盤がね内側にグッとこう締まる感覚わかります？やってみて。かかとにいたら開く感じするやん。これつま先いったらグッと締まるよね。うん、その感覚ね。そう、うん、それを利用してですね、妊娠中にかかと側にどうしても重力かかってたのが、つま先側にしっかり重力を正しい方向にかけれるようになったら、体はクッと締まってくるわけです。じゃあ何をするか、ご飯を作る時間30分なり1時間、つま先立ちでやりませんか？ながらです。これは毎日ご飯を作るんやったらできるはず。つま先立ちで、よくダイエットスリッパとか言って、かかとがないスリッパとかね、売ってたりとかしますけども、自信ない人は最初あんなん使ってもらってもいいと思うんだけどね、つま先側に重心をかけるっていうのを意識してもらうと、正しい重心に戻っていって、産後のね姿勢とかも良くなって、綺麗に美しく見えるようになりますからね。最初つま先立ちでご飯作ってるんだけどね、慣れてきたらですね、これもね、足をねこうしっかりとこう膝と膝をね寄せてね、でね、しっかりとこうお行儀よく座り続けることって皆さんできます？多分ね、気がついたら力抜けてね、膝と膝の間ねボーンって開いてくるんですよ。ほら電車とか乗った時に、若い綺麗な子を座ってるのをこうじーって見てたらね、面白いですよ。みんなね結局ね、このねここ内転筋っていう太ももの内側の筋肉なんですけど、ここが今の若い子たちめっちゃ弱いんです。ほんでそこのこの内側の筋肉がないがゆえにね、こうやってねおぎょぎょっと吸って座っててもね、だん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 足と足がウィーンって開いてくる。綺麗やのに、綺麗やのに足あー開いてるね。この内転筋をしっかり鍛えていくっていうところもポイントになってきます。なので私はご飯を作りながらつま先立ちで立ち、ティッシュをね、それを箱をね膝と膝の間に挟んで、それを落ちないように膝と膝で自分でこうキュッて、その状態で晩ご飯を私は作っています。冷蔵庫に何か取りに行くときもね、膝と膝の間にティッシュケースを挟んだもんね、ペンギンみたいにこうやってこうやって歩いていて冷蔵庫取りに行ってね、でまたねこうやって戻ってくるんですよ。
ポロってねティッシュケース落ちるんですよ。ほなもう自分で罰ゲームね。その時はもうあの腰もねしっかり動かしてもらった方がいいね。いいからね、産後ね。あの一人罰ゲーム、一人でね尻文字で自分の名前書きます。ご飯作りながら。変なママですね。うん、でもそんなんしながらね、ながらダイエットですね。膝と膝、内転筋がしっかりついてくるからね。で、重心の位置も変わってくるからね、挟んでるティッシュね、だんだん落とさなくなってくるのよ。二人目、三人目の人なんかね、上の子と一緒にやったら楽しい。みんなでやろうって言ってね、膝の下の間にね、ティッシュみんなで挟んでね、落としたもんが負けなーい言って、ほんで落とした人はあの罰ゲームでね、あの、子供ともこう関わりながらっていうのができる。こんなことをね、あの、私は産後いつもね、やっております。意識を持つか持たないかっていうだけで、産後の体型とかそのママの美しさってめっちゃ変わってくるんですよ。私が綺麗かどうかは分かんないですけど、でもあのバブバブ着てるねママたち見ててねめっちゃ思うことがある。35、6ぐらいまでは若いっていうだけでみんな綺麗ですわ。やっぱり産後でもヘロヘロになってるとはいえね、体型がってすっと戻ったりもするし、基礎代謝がいいからさ綺麗や。みんな変わってくるのは30代後半からです。38、9その辺から40代にかけて意識高い系のママ、太かったとしてもですよ、まあ、体格してはるなと してもですよ、意識が高いママって何やろうな、こう内側から湧き出してくる美しさがある。女性の美しさって外見だけじゃないと思ってます。実際だってバブバブに来てるママ、どっちかっていうと美人じゃないよねって、体の体型まあ、体格しとんな、ふくよかやな、めっちゃ魅力的やねんけどこの人っていう人がやっぱりいる。そういう人たち見てるとやっぱりこう自分に自信を持っててポリシーもしっかりしてて、私というこの一人の人をこう自分でしっかり認めることができる人っていうのはやっぱり綺麗です。体型もあるねんけども、それよりもね、チャマブーさん、仕事復帰してきっと仕事もバリバリしながら子育てもしてっていう中でね、その体格とかその体重云々っていうことも大事だけど、それ以上に大事な部分っていうかな、そういうところをこう自分のこと好きになって自分磨いていこうみたいな、こういう自分でいいわっていうね、そういう自信を持って言ってもらうときっとあのふくよかなママでもすごい、逆にこう太れないガリガリやねん、もう貧相やねんっていうママでも美しく見えると思います。体重が減っただけっていうのはね、肌から見たらね、あれはね、綺麗じゃない。やつれて見える。あ、出産して子育てで疲れてはるわって見える。じゃなくてね、美しくね、締めていかないといけないですよ。体重じゃないのよ。筋肉つけていかなあかんのですよ。そこら辺をあの意識してもらうといいかなっていうふうに思います。いろはちゃちゃさん、ありがとうございます。13年ぶりに3人目を出産します。わすごいね、一回り違うんや、ね、第2子ちゃんからね、2人目から年数が空きすぎて気持ち的には1からのスタートです。そやね、育児グッズから何から何までめっちゃ変わってますよ、13年っていう月日はね。1人目の出産は1日以上かかりましたが、2年後に2人目は4時間と安産でした。わ素晴らしい。助産師さんには産道ができているから早く生まれたねと言われました。今回は13年のブランク、年数が空きすぎると初産の時みたいに子宮が開きにくくなるとかありますか？それとも毎回違うものなんでしょうか？ママミーさん、はい、この方も10月下旬に2人目出産なんですが、9年ぶりの妊娠出産で全然覚えてなくて不安定な日々です。そこで質問なんですが、9年前の産道はもうないんでしょうか？5年以上空くと初産と変わらないと言われていたり、産道は一度通ったらずっとそのままだと言われていたり、ネットで調べても分かりませんっていうね、はい、こういうあの同じような質問をいただいてるんですけども、一回開いた子宮は、産道はもうできています。っていうのも、あの産道ができるっていう表現がまず私にとってはなんかよう分からないんですけどもね、あの赤ちゃんの頭、体がしっかりとクワッとあの産道を通った後っていうのは、あの産道のね、膣の中っていうのはね、もともとはね、このギザ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 ってしたね、たくさんのね、ひだがあるんですよ。だけどそこをあの大きな赤ちゃんが通るわけでしょ。そうするとそのひだがね、ダダダダダってこうね、削られるような感じになって、こうつるんとした綺麗な膣壁に変わるんですね。でそういう風になったものっていうのは、もう元のそのひだひだの状態には戻らへんのですよ。だからそういう意味では産道はできたと言えるかもしれないですよね。年数が経つと元に戻るというその意味っていうのは、まあ、推測なんですけども、あのママミーさんやったら、ね、9年でしょ、いろはちゃったさんは13年でしょ、
ってことはね、それぞれ9年13年年を取ってるわけですよね。ってことは体っていうのは年齢とともに基礎代謝が悪くなりますよね。ってことはいろんな組織とかも伸びにくくなるし、なんかどっか怪我したって言っても赤ちゃんなんかも一瞬で治るじゃないですか。若いからさ、自然治癒力すっごいですよね。あっという間になるけど、私らこの辺にベって傷作ったら半年とか治らへんもん肌のターンオーバーっていうんですか、遅いほんまに。でなんか膝とかもくすんできたりとかさ、なんかガサガサ取れへんようになったりとかさ、なんか足の裏に豆できたりとかさ、それと同じで、まあ、年数が経てばそれだけやっぱ賛同もね、年を取るからその組織の伸びっていうのは進展は悪くなるでしょうし、どうしても基礎代謝が悪いから、あのそこはやっぱ通りにくいっていうかね、柔らかくないわけで硬くなってくるわけですよね。うん、そういう理由で言えばやっぱり年数が経ってるっていうのは賛同は前回のお産の時に比べたら硬いと思います。だけど産道自体がもう全く初産っていうのとはやっぱり全然違って、私たち助産師の世界では今高齢分娩高齢出産っていうのが、まあ、定義上は今35歳なんですけどね、でも35歳以上の妊婦さんも山のようにいて、多分あの定義もまだ言ってるうちに変わってくるやろうなと思ってるんですけど、多分40歳以上に変わってくるやろうなと思ってんねんけど、やっぱり私たち助産師あと産科医の中でねハイリスクだなって思うのって、その高齢の初産婦さんなんですよ。初めての出産の人たちは高齢であったらやっぱりちょっとハイリスクかなと思って、そういう産婦さんのお産を取るときってやっぱりちょっと緊張します。だけど同じ高齢であったとしてもね、これが2人目3人目やったら、まあまあちょっと年齢高いからなっていうぐらいで、あのお産取るときにねすごくね気楽に捉えることができます。やっぱり初産の産道と軽産婦さんの産道は違います。あの年齢とともにその産道が硬くなるということはあるよというリスクはあるけれども、あの1回2回やってるそのお産が無になってそれがなかったことになるということはありませんので、そこは堂々としていてください。ただ年齢がプラスあの頃よりも9年13年プラスやんやでっていうことは意識してね、あの体重管理であったりとか、あのそこら辺ね、やっぱ妊娠高血圧症候群とか、あの糖尿病とかいろんなリスクやっぱりで年齢が高くなればなるほどありますからね、そこは意識をして過信をしないように過ごすようにしましょう。はい、かなえさんありがとうございます。今月出産を終えました、おめでとうございます。お疲れ様でした。妊娠中はお酒もタバコも吸っていたのですが、妊娠が分かってからずっと我慢しています。偉いな、頑張ってんな。たまにお酒も飲みたくなるしタバコも吸いたくなります。ちなみに母乳で育てています。やっぱり授乳中の飲酒喫煙は控えた方がいいのでしょうか。私はあのずっと妊娠出産産後を繰り返してきているので、あまりお酒堂々と飲んでいいよっていう時期がめちゃめちゃこの20年間でなかったんですよ。めっちゃ強そうとか言われるんですけどね、ガンガンいってそうとか言われるんですけど、イメージだけで言わんといてほしいけど、実はねすっごい弱いの。可愛いんですよ。チューハイ1本でね、3% のチューハイ1本でねむっちゃ気持ちよくなれるね安い女なんですよだからあのお酒がすごい好きだっていうママの気持ちってね、本当のところって分かってあげられへんかもしれへんし、あとタバコもね、あの私自身はタバコを吸わないので、タバコごめん嫌いやし匂いも無理やし、なんでタバコなんやろなっていうのは思うねんけど、でもそれってきっと私がそれにハマったことがないからっていうだけで、やっぱ依存になっちゃう人の気持ちっていうのは本当に辛いんやと思うんですね。本番に欲しくなるんやと思うんですよ。で例えば私はタバコとかではないけども、パンが死ぬほど好きです。パンをやめろって言われたらもう死んだ方がマシっていうぐらいパンが好きです。で子供たちにお願いしてるのはね、ママが死んだら棺桶の中お花いらんからって言ってるんですよ。顔中体の周り中全部パンで埋めてなって、ね、あの遺言状書いてるんですよ。そのパンを妊娠したからもうあなたはパンは食べてはいけませんって言われたらって考えたら、そのタバコ吸いたいのに吸えない、それを我慢してるこの彼女の気持ち、かなえさんの気持ちってめっちゃきついやろうなってイメージできる。だからすっごい頑張ってんやろうなって思う。もうその頑張りにまず拍手、脱帽、ようやってる、ほんまに偉いと思う。ありがとう、赤ちゃんのために頑張ってくれてな、すごいと思うわ。だけどタバコはね、や
やっぱり赤ちゃんにとって妊娠中もそうです。胎盤にねニコチンって行くからね。そうすると赤ちゃんに行く栄養とか酸素が行きにくくなるっていうのはやっぱりしっかり統計で出ています。少量であってもやっぱりこう百害あって一利なしなんですよ、タバコっていうのはね。でまあヘビースモーカーじゃなければそこまでは害はないのかもしれないけど、でも吸わない方がやっぱりいいと思う。で赤ちゃん生まれてきてからもやっぱ、ね、受動喫煙とか言ってね、今ねママが吸うっていうよりも本人が吸うよりもそれをこう横からこうね煙を吸うっていう方が害が大きいっていうことも分かってきてて、だからみんなパパとかもタバコ吸う人ねベランダにいてねなんか寂しく一人でタバコ吸ってはったりしますけども、まあ、できればこれを機にやめる方向に持っていけたらいいなとは思うんやけどね。じゃあお酒はどうだと。お酒はねこれ助産師が言うと怒られるかもしれないけどね、100がやって一理なしではないねんなって言ったら多分助産師さんとかに怒られるから、ここだけの話だ、ここだけの話、ちょっとだけやったらいいと思う。ただそれなかなえさん今月出産終えたばっかりやから、赤ちゃんまだ生後1ヶ月とかでしょ。ってなるとやっぱり1ヶ月の赤ちゃんの肝臓の機能って、その入ってきた微量かもしれないけどそのアルコールを代謝する機能ってやっぱりあかんと思うんで、ないと思うんで、もう少しだけ我慢しよう、もうちょっと頑張ろう。半年くらい超えてきたらちょっとくらいやったらいいと思う。私もう乾杯する程度、そこからベロンベロンになるまでは絶対ダメですよ。それはもうね赤ちゃんにやっぱ行っちゃうからね、影響することあると思うけど、酔っ払ったまではいかへんということを約束してくれた上で、ほんのわずかのお酒であれば、それはもしかしたらその頑張ってるママを元気にしてくれる薬になるかもしれへんって私は思ってる。授乳中にお酒飲んでる、は意味わかんねんけどこの人、もう友達なんのやめようっていうね価値観を持ってるママ友さんももちろんいらっしゃると思うんです。これ価値観って人それぞれやからね、それを聞いた時にいろんな思いになるママがいるんだよっていうことも頭に入れておいて、そのお酒やめられへんねんっていう話はうまいこと上手に生きていこう、要領よく生きていこう、これも生きていく力でございます。上手にいきましょう。サイポンさんありがとうございます。現在妊娠中です。妊娠中の仲良しって結局していいの？ダメなの？ふわっと気になりだし、妊娠中1回もしてないんで、だから妊娠中1回もセックスせえへんかって言って怖くって、こういう話ってなかなかタブーでね、産婦人科でもなかなか聞きにくかったりすると思うんですけどね。そっか、妊娠中一回もせえへんかってんや、かわいそうにな、パパもな。はい、結論から言うとですね、妊娠中特に切迫流産であったり切迫早産っていう子宮収縮がしょっちゅう起きてて安静ですっていうことを病院で言われない限りは、夫婦生活は普通にしてもらって何も差し支えはありません。妊娠中にセックスするとね、まあパパのテクニックもよるけどな、女性がママがこう感じてしまうっていう状態になると、それはね子宮がねものすごくギュッて収縮するんですよ。妊娠してない時は何も感じひんねんけど、やっぱ妊娠中って子宮大きくなって、お腹大きくなってるから、そのお腹の張りっていうのはこう触ってもすごい分かります。でセックスの後お腹ガチガチになって、もうなんかもうボール入ってるみたいにガチガチに硬くなることあります。これ大丈夫って思うねんけどね、あれね大丈夫なんですよ。セックスの後のお腹の張りって正常な妊娠経過であればね、しばらく何分間はお腹がチガチに勝って、おお張ってるわっていう状態になんねんけどね、少し休憩してたらねまたスーッとね柔らかく元に戻ります。でお腹張ってる状態で赤ちゃんどんなこと考えてるんやろうって言ったら、それ私は胎児の気持ちになったことないからお前分からへんけど、お腹の中って子宮の中にいて、赤ちゃんは羊水っていうお水の中に浮いてるでしょ。で浮いてる状態でお水がなんか周りにいっぱいあるわけですよ。それでいろんな外的な刺激で妊婦さんがお腹ポンってぶつかっても、その水がポワンポワンポワンってクッションの役割になって、直接そのガンッと来へんようにうまいことこう守られてるわけでしょ。そういう状態でセックスしましたと、ま、だその例えばパパのペニスがですよ、子宮の中までガン入ってくるんですか。で赤ちゃんを直接うれうれうれってそんな刺激するなんてことはないでしょ。ペニスの入ってくる部分っていうのは子宮口の入り口まで、子宮の中まで入りません、膣の奥までです。しかもお腹のその子宮の中は水があって、で卵膜っていう膜に囲まれて赤ちゃんは子宮の中にいるから、そのいくらセックスをしたからといってそのパパのペニスが汚かったとしてもシャワー浴びてへんかったとしてもですよ、いろんな雑菌がついてたとしても、その雑菌っていうのは膣のところまでは来るけど、その中の子宮の中までは入らないから、バイ菌は入りません。
でペニスはその膣のとこまでは来るけど子宮の中までは入らないわけだから、で羊水があってあのペニスでこうつつかれたとしてもその羊水がポヨン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 ってこうねクッションになって赤ちゃんからしたらあなんか知らんけどなんかええ揺れやな気持ちいいわなんか寝れるわ気持ちいいかみたいになってるかもしれんねぐらいの気持ちで考えてもらったらいいと思います。でまあ産婦人科でも順調であればね妊婦さんたちにこんな言われたことあります？産婦人科の先生にさあなたは妊娠しましたので出産するまで夫婦生活は控えてくださいやめてくださいって言われましたか？言われたことないと思うのよ。大丈夫です。だから子宮が収縮するっていうことで言うとね妊娠中なんかはねセックスによるね子宮収縮によるね例えばねすごい感動する映画を見た時どっかにどうってぶつかりそうだとびっくりしたみたいな時そういうなんか感情がうわって動いた時の方がよっぽど子宮って収縮するんですよ。もう妊娠したからあなたは感動する映画は見ないでね感情が揺れ動いてこう涙をすることがないようにいつも平穏な状態で感情を平らな湖面のままでいてくださいねじゃないと子宮が収縮しては危険ですよって言われないでしょ。セックスでの子宮収縮よりもそんなのはよっぽどお腹は張ります。なので、基本的に妊娠計画が順調であれば夫婦生活セックスっていうのはパパと仲良くっていうのは全然してもらっても構いません。怖いことなんか全然ありません。ただね胎位はね気をつけないとね苦しいよ息できんよ、うん、足上に上げたりとかほんまに息できひんちょっと待って息ができひんって言って楽しめるどころじゃないのでねそういう意味では体位は考えてあげてねパパもねママが苦しくない体勢っていうのを取ってもらったらいいと思う、うん、でその楽な姿勢っていうの も人それぞれ違うと思うからこの体位がいいですこの体位はダメですっていうのはないです。ママが苦痛を感じない体位を考えてもらえばそれでいいと思います。膣の中が妊娠中っていうのは充血しててねもう女性ホルモンうわー出てるからねすごくねふわっと柔らかくなってて妊娠する前に比べたら膣の中がふわふわに柔らかくてちょっとした刺激でやっぱりこうね出血したりとかもしやすくなります。でセックスの後にやっぱ出血したうわどうしようっていうようなことがあったりするんだけどそれは子宮の中で起きた危険な出血ではなくておそらくその膣の奥がこうビランって言ってちょっとこう荒れてたりね妊娠特有のねものにそのパパが例えば爪が伸びすぎててその手でちょっと刺激しすぎたとかちょっと乱雑に扱っちゃったみたいなことで膣の奥が傷がついてそこから出血するっていうようなことはよく起こり得ます。なのでやっぱりその妊娠中の膣の中っていうのはすごくそこの部分っていうのはすごくデリケートになってるよっていうことはあるので、ね、セックスはしてもいいけど優しいタッチで軽くっていうのはその前儀とかそういう部分でなんかいろんな器具使ったりとかっていうのはあんまりやめといた方がいいかなと思う、うん、清潔な手で使ってまで優しく触れてくれるのは全然構わないしでこの軽くっていうのは多分そのめっちゃ燃えるセックスがあかん軽くっていうのはすんげえタンパクに追われっていう意味で私は取ったんやけどそれは全然だからいいです。お腹張っても構わへんからね別に、うん、順調な妊娠経過やったらガンガンに感じてくださいママ、はい、ガンガンに感じてむっちゃ気持ちよくなってください。そうしたらきっと赤ちゃんもそのママの心地いいっていうのが伝わるからこれ何も悪いことじゃない。でそういう状態を作ったら妊娠中ね眠りも浅くなってんねんけどセックスの後って寝れるよもうスコーンって寝れたりもするからねいろんなねメリットありますので怖がらずに。サイポンさんもう産んじゃったけど産んじゃったけど第2子の時はぜひ妊娠中もパパと仲良くしてください。で産後もね産んだからってなかなかセックスレスになってる夫婦多いけどね、うん、なかなか性欲もなくなったりするけどママはパパの気持ちにも寄り添えるママになってほしい。子育ていっぱいいっぱいでそっちに気持ちが向いちゃってパパのことなんて考えてる余裕あるかってなるかもしれへんけど2人で一緒に協力していかなあかん。だったらパパの気持ちも考えれないといけない。嫌やからしない。そうじゃないです。パパの気持ち5回に1回ぐらいは寄り添いましょう。そのゆとりがなかったらやっぱり夫婦ってうまいことやっていけないよって思いますね。夫婦がいつでも仲良くあるっていうのは子供は絶対それを望んでると思うからセックスっていうのはずっと妊娠中も産後も大切にしていってほしいなっていうふうに思います。はい、機関銃のようにズワーッと質問に答えてきましたがこんなんもう序の口で、ね、本当私のところ山のように届いてるんですよ。
で、まあまあパッと答えれるかなっていうものに対して今日答えさせてもらったんですけど、中には結構ね、あの重い深いあの質問とかもあって、これちょっと時間かかるなっていうやつは今日はちょっと飛ばしていきました。これまたあの時間かけて喋ってあげたいなっていうのって、きっとこの質問をくれた人もそうだし、同じようなことで悩んでるママがいっぱい他にもねいらっしゃると思うので、ここは気合を入れて私も時間を取ってちゃんと動画を作っていきたいなと思いますので、ごめん今日答えてあげれへんかったママたち、ごめんちょっとだけ待っててください、ごめんなさい。うん、これからもあのコメントをね、下の欄にたくさんあのこんなん聞きたいよっていうのをあのいただきたいなというふうに思います。で、中には例えばおっぱいのね質問とか、あのもう just now 今すぐアドバイスが欲しいみたいなあの質問とかもコメント欄にね書いてくださったりしてるんですね。で、例えばほんまおっぱいの質問とかって、今トラブルが起きてて今解決しなあかんものとかもあったりします。そんなにまた おいおい動画撮影してアップしますねでは遅いねんね。今すぐ答えてあげたいことたくさんあったりもするので、これはちょっと今すぐ個人的にちさ子さんに聞きたいなみたいなことがあったら、あの助産院バブバブの、ここに、ね、リンク貼っておきますので、あのウェブ相談っていうのがあります。あの ちょっとお金かかるねんけど、でもあの1対1でもっと具体的な、その一般論じゃなくてあなたに合わせたあのアドバイス、的確なアドバイスしてあげれるなっていうふうに思っていますので、今すぐ答えが欲しいっていう場合は、あの助産院バブバブのこのウェブ相談もねぜひ使ってください。あの見ながらで、ね、順番にこう網羅していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。